ちです。さっきちょっとカメラの容量がもうなくなってたんで、いきなり途中で電源切れ、録画ストップしたんですけれども、まあ続きます。まあ、この手で持って見やすい位置に移動させてから、あとは気をつけて、こんな感じと、あともう片方手前側と手前で、二重で削っていけば直るしですか。さっきはこうやって、削った後のそういう黒い粉、黒いなんかこういう跡が出てくるので、それを防止するためにこういうこの位置と、あのフランチ側、内側と奥側と手前側にして、こういう風に入れ替えて、あの削っていった方がより綺麗に削れます。じゃあゴムついてる方、手前のやつ、ピカールがこれつけすぎるとこうなって、全く見えないですよ。つけたピカールが飛んでくんで、それだけちょっと気をつけながら削っていけば多分大丈夫。とりあえずこの